ということで皆さんこんばんはとご無沙汰しております。グラタンさんありがとうございます。ハセピョーさんありがとうございます。ジャンさんありがとうございます。この前はありがとうございました。ということで7人の方ご覧いただいてありがとうございます。ダウンタウンデラックス TVer でやるから直接見なくても大丈夫だよ。ということでですね、早速行きましょう。まだネタバレしないよ。ということで、見てきました、見てきましたよ。あの頃ね、ジャンさんのおかげで、声をかけていただきまして、あ、バシャミッチさんありがとうございます。謎のテンション。テンション高いよ、イエーイ。ジャンさん、こちらこそ一緒にあの頃見て、飲んで楽しかったです。とね、本当は僕がたまたま前からここ行きたいなと思ってた飲み屋さんが、ちょうどね、いい感じに近くにあって、あれはいい店でしたね。ちょっとジャンさん、お酒あんまり飲めなくて申し訳なかったですけど。また行きましょう。まだネタバレはしてません。まだ見てない方、ゆっくり聞いてください。大したことは言わないですけど。ですね、僕全然タイムラインに赤い帽子かぶった松坂桃李とかが、見てる、こう出てきたっていうのは、とっても、今はあんまりツイッターやんないんですけどね。一応見てるだけは見てるんで、あ、こういうのやるんだみたいな感じで、ピストルさんがこうインタビューとか受けてたりしてね。で、試写会みたいのは僕のお知り合いで行った方がいて、まあなんて言うんでしょう、だんだん僕あんまり映画見ないんで分かんないんですけど、こうロードショーっていうか公開に向けて、いろいろこう配給会社とかね、俳優さんが番宣に出たりとか、そういうの盛り上がって、なんか記事が出てきたりとかって、そういうのもだんだん、ああやるんだなぐらいに思ってたんですよ。そしたら、ここにいるジャンさんとですね、どっちかっていうと僕がパーティーロケッツにいた時の、太田さんつながりの仲間で行きませんかと声をかけていただきましてですね、こんなの見なきゃなーみたいな映画って結局見なきゃなーって言いながらボヘミアンラブソディ見に行かないで、深尾さんに見た方がいいですよって言われたのに見てないとかですね、そういうだらしないことなのいつもあるんですけど、やっぱり人に行きましょうよって言われて、この日ですって言われれば、ああ行きますってすぐ言えるっていう、もう本当にありがたかったですね。公開当日に映画を見に行くなんてもう何十年ぶりだろうって感じで、いいですね。世の中がそれは映画の番宣のためにやるんですけど、みんなで盛り上がろうって感じで、こんなコロナとか関係なく、映画館はやってるんでね、あの頃、まさにあの頃っていう映画だったんで、あの頃はこうだった、この頃はこうだったとかね、いうことのあれにちょっと乗れるっていう感じってすごく気持ちいいなと思って、久しぶりにこういう、世の中でやってることにそのまま乗ったっていう映画を見に行ってきました。で、ホームページとか見てる方はご存知かもしれないんですが、その大阪、剣さんって大阪をベースとした太田さん界隈の、お話なんですね。で、舞台はちょっとここに、年表みたいのがあるんでちょっと載せときますけども、見えるかな。深尾さんこんばんは、ありがとうございます。11人の方ありがとうございます。ジャンさんご飯も美味しくていい店でしたね、また行きましょうと、また行きましょう。ちょっとまた物色しておきます。この年表を見ると、2001年から2005年という、実はとっても短い間のハロプロ
ということで、まあ、僕も全然そんなハロプロ詳しくはないんで、この時が黄金だったかどうかとかっていう分かんないですけどね。おそらくその98年にモーニング娘。ってデビューしたと思うんですけど、まあ、2001年とかっていうのは何て言うんでしょうね、あんまりこうアイドルみたいな存在ってもう多分ハロプロ以外になかった気がするので、あの90年代なんかみんなそういうハロ、アイドルかタレントさんみたいなのってもう一掃されちゃったようなことをな記憶があります。おじさんとしてはね、80年代にあまりにもアイドルが多かったんで、90年代になんかこう、全部こう いなくなっちゃって、まああったけどね、あったけど売れてないしパッとしないし、じゃあ TPD が売れたのかって言ったらね、あれだしって感じで、その中こう気を吐いてたのがやっぱりモーニング娘。とハロープロジェクトって感じで、ちょうどこの2001年っていう僕、まあ、新しい仕事始めた時で、この桃色片思いの MV をの動画をですね死ぬほど見るっていう仕事を、画質がいいねとかっていうことで、なんかちょっと、仕事関連の人でこれちょっと見てみてくださいよとかって言われて、中身全然問題ないんですけど死ぬほど見たっていう記憶がありまして、なんでその時は、まあ、僕自身は松浦亜矢って名前はもう CM とかでねたくさん出てたし、ああまあ可愛いなとか、可愛いなと思ったかな、なんか鼻の下が長い子だなとかって思っててねでまあ曲は面白いなと思いましたね。なんかつんくさんがどうかとかって僕全然朝やんとか見てなかったので、まあそうなんだみたいな感じで、モーニング娘。っていうのもこう歌番とかね、そういう番組に出てるそのトークのなんかこう題材として面白がられるっていうのはあれなんですけど、曲がどうだとかっていうの全くも何にも知らなくて、そう松浦亜矢とかっていうのがあると、あハロプロっていうプロジェクトがなんかこう、あるんだとかって、あコンサートとかたくさん行ってるんだ、あオタクっぽい人が行くんだなみたいなことを思い始めたのが2002年ぐらいだったかな、自分の話で恐縮ですけどね。でちょっとここのあの、皆さんパワーポイントレジュメの方に書いたんですけども、まだネタバレないですね。その頃どんな感じだったかってちょっと時系列でかん、あのちょっと思い出してみたんですけど、2001年から2005年ということはちょうど2001年は 9.11 があったあの頃ですね。おじさん方はもう忘れもしないあの空気感だと思います。で電車男って調べてみたらドラマの方ですね、それが2005年ぐらいで、僕が大好きだった羽飛びのムガ様オータム様っていうあの、塚地ムガさんと秋山がやってたね、やってるのがあれがちょうど2003年ぐらいだったらしくて、いわゆるその、パンパンに貼ったあのリュックに腕をまくり上げた T シャツにバンダナを巻いて油を浮かせている顔で、ムガ様ムガ様とかって言ってるっていうことは、オタクであるっていうなんか一つの完成形ができてたような時代だったかなってちょっと思いますね。なんだっけ、確かね、まあ、こっちまた僕の好きな文化ルームみたいになっちゃうんですけど、昔三宅裕二とかがラジオで、あなた何やってるのっていう時にオタク何してるんですかみたいなことからオタクっていう言葉がまあ広まったとか広まってないとかね、まあそれは起源はどこでもいいんですけどねっていうのがなんか80年代とかにあったとして、こういうその2000何年って頃はまあオタクとはこういうものだよねみたいなのがまあなんかお年寄りからお子様までみんなこう認知してこう指さして笑えるような時だったのかなっていう、それがこのちょうど、あの頃の舞台となった2001年から2005年ぐらいの時期なのかなってちょっと思いましたね。でまあ皆さんね、若い人はまだ生まれてないっていう方もいねえか、これ聞いてる人はいないね、ただちっちゃかったとかね、子供を過ぎたっていう人もいるでしょうし、まあ2001年2005年に僕一番見てたのはまあその同僚のおかげで、まあ、こう歌の道に入ったところもあるんですけど、
たまーに余った安倍夏実のチケットで、市川、文化会館とかですね、中野サンプラザ3階とか、なんか遠いところでこう見てるっていうのが、このまさに2001年から2005年ぐらいで、まあ、僕もこういう話は嫌いじゃなかったんで、なんか行ってみたいでしょみたいな感じで軽く声かけられて、あ、行きます行きますみたいな感じで、行ってたのがハローの、コンサート系だったんですかね。まあただ別に棒振るわけでもないし、声上げるわけでもないし、ああこんな感じなのかって感じで、まあ遠いところでね、握手会もないし、あとまあ当時はハロモニとかハロプロ系のテレビはあったけど、誰がどうしてるって、誰がなんだ何ちゃんだとか全くね区別がつかない頃で、その頃僕は一番夢中になってたのは総合格闘技を見に行くこと、プライドを見に行くことだったんで、そっちの方が大好きだったっていう、 SRS デラックスの雑誌を読むのが何より楽しみだったっていう頃でしたね。で、ちょっとここにも書いたんですけど、2つこう軸をこれあの頃を見ると感じさせるんですけど、2001年2005年に何やってたかなっていうのは皆さんそれぞれあると思うんだよね。テレビで見てたハロープロとか、歌番で見てたモーニング娘。とか、あと歌番組もまだ今よりもうちょっとありましたんで、そういう時に、あ、何見てたかなみたいに思うのと、もう一つは、まあ、2001年とか2005年関係なく、それぞれに、あの頃っていう感じはあるわけでね。で、僕らがよく仲間というのは、まあ、2011年、TIF の2年目とか、2012年3年目、あの頃は良かったよね、あの頃楽しかったよねって話をよくしますし、まあ今ワックやべえ、ビッシュやべえとかって言ってる人は、まあ今が最高なわけでね。それぞれあの頃を思い出させるのにすごくいいきっかけになる映画だったなと思います。本当見て良かったです。そういう自分の歴史を思い出すために見に行くっていうのは十分あり、でぜひどっかどういうあれでもいいんでお仲間さんを連れてってですね、まあ、どうにかああそうだったねみたいな話をすると、これ絶対もうその後の、飲み会が最高に楽しくなるので、おすすめいたします。ではネタバレあり、ちょっとここでコメントを見ますね。働きマンさん、ありがとうございます。お疲れ様です。その後いかがでしょう。ムガ様とオータムさん、懐かしいっす。お久しぶりです。お久しぶりですね。イベント行きたいな。フニさん、ありがとうございます。こんばんはにーと。深尾さん、剣さん、新生かまってちゃんの元名物マネージャー、またバンド、あらかじめ決められた恋人たちへのベーシストとしてアミーナ主催イベントに2度出演してますと。なるほどね。やっぱり、ここ数年、ここまあ十数年のね、そういうオタなのかバンドなのかっていうのがこうファンとして関わってるのを超えて、なんだ俺がやってる音楽と近いじゃんみたいなところがこうお互いコラボし始めて関わるみたいなね。そうするとバンド好きの人たちも自然とこう、やれ握手がなんだ推しがなんだなって考えずに、アイドルジャンルに入ってこれるっていうところの、まあよく、キーマンのお一人なのかなと思います。お顔を出してアイコンとか出してて、全然そこら辺本を読んだりとか、どっか掘ったりとかっていうのはないんですけど、剣さんっていう、まあ、名前だけ、すごく特徴的だったんで覚えてます、覚えてました。みなこんさん、どうもこんばんは。新しいカメラ買ったんだってね、今度聞かせてください。働きマンさん、2チャンネルを踏襲したようなキャラ作りでしたよねと。そのね、オタクというキャラ設定がね、そんな時代でしたよね、この頃。さあ、じゃあこれからはネタバレします。少しミュートしてください。さあ、ネタバレです。
あ、じゃあグラタンさんの読んじゃうかな。ムガ様の頃にホリケンがカンペイさんというオタクのキャラもやってましたね。やってたやってた。ライブとかに入って暴れまくって気持ち悪いことするっていうね。あ、思い出した思い出した。そっか、そういう頃ですね。オタクが、まあ一番珍重された頃ですね。うん、今まででね。さあ、あの頃ネタバレです。いまいちだった頃先に言っちゃいます。まずね、オタになるきっかけっていうのがちょっと弱かったなーっていうふうに思いました。これね、まあ監督さんも YouTube とかで言ってるんですけど、自分自身がオタク気質じゃなく、オタクのことわからないんで、ちょっとよくわかんないですよって言ってたのが、まあちょっと出たかなと思ってね。別に、これ、まあ見てない人は、耳を塞いでほしいんですけど、最初のきっかけっていうのは、その桃色片思いの MV を友達から、お前、こう、落ち込んでるんだったらこれ見ろよって言って、桃色片思いの MV ですよ。MV を見させられて、一人で見て、それを見て、まあ、キラキラしてるのを見て泣いて、自転車飛ばして、そのまま、レコード屋さんに行ったら、そのレコード屋さんが、オタ系のコアな店長さんだったっていうきっかけなんですけど、いや、これさ、ハロプロだ、まあ、実際ね、その剣さんのきっかけっていうのが MV なんだったら、もうそれはしょうがないんですけども、モテキってあったじゃないですか。久保、光郎さんが作ったね。で、それが、ももクロの音楽とかがあって、なんだっけ、落ち込んだ時のアイドルソングは麻薬だとかっつってね。なんて言うんでしょうね。落ち込んでるからアイドルが入り込む隙があったよとかさ。なんていうの？そんな図式って、今更聞かされんのかよっていうね。ちょっともういいよっていうのはちょっと個人的には思いましたね。その、いや別にいいから見てるんだってさ、なんか、弱ってるからとか、入院してるからとかさ、そう、弱みがあるからアイドルを吸収するのっていう、みんなそうだった？っていう気がしてね。別に単純に見てて楽しかったりさ、あれ？これ面白いなっていう。まあそれじゃ映画にならないのかもしれないけど、そういうきっかけで多分入った人も多いんじゃないかなっていう気がしてね。僕は基本的には、そのダラダラとこの2001年から2005年あたりに見てた時っていうのは別に強烈に、雷に打たれたようなことはなかったんで、まあ自分のことに照らしてなんですけどね。なんちゅうかな。そのきっかけがハロプロなんだったら、少なくともなんかこうライブだったらいいなっていう気がしてね。やっぱ当時のね、その、まあ、僕が見てる松浦綾って、まあ何年ぐらいまでだろうな、2000ももクロ直前ぐらいまでは、まあ、たまーに見てたんですけど、やっぱりね、キングオブキングスですよ。本当にね、素晴らしい。そのなんて言うんだろうね、つんくが自分のさ、クリエーションしたものの引き出しの一番いいところから引っ張ってきてる、曲を松浦にあげてるって感じがして、まあその完成度も高いし、なんて言うんだろうな、ちゃんと練り込んでる曲を作ってるって感じがして、それはもう全然松浦が可愛いとかなんとかとか見なくても、全くその例えば音楽がちょっと好きだったら感じられるもんだろうなと思うんだよね。だからそこがまあ一般的な映画として描くのは難しいのかもしれないけど、少なくとも剣さんがバンドマンであるなら、なんて言うんだろうな、そこのベースラインがなんとかとかね、なんかなんていうかな、もうちょっと違う感じ方があったんじゃないのっていうね、ちょっとテンプレートすぎたかなと思いましたね。あとね、これもネタバレです。気弱な頼りないバンドマンが、まあ、この恋愛研究会っていう、じゃねえや、その界隈にね、行くわけですよ。
で、その界隈のトークショーかなんかを大阪でやってて、そこのあれに仲間に入れてもらうっていう感じだったんですけどね。それがね、あまりにもこう、すんなり行き過ぎてるっていうかね、皆さん、どうですか？目の前でこう、トークショーやってて、ロフトプラスワンとかでやってるとこに、こんにちは、仲間入れてくださいって、おう、わかった、明日から来いよ、みたいなね。なるかっつうで、オタの最初は怖えぞっていうさ、なんだお前この野郎っていうさ、誰系の誰なんだよっていうところの牽制から始まるじゃないですか、まずオタは。ねえ、流し目してさ、そういうのがなくてさ、めちゃくちゃフレンドリーに仲間に入れてくれるんだよね。その気弱な頼りないバンドマンがすんなりそのコアな界隈に入りすぎるっていうさ、なんてみんな結構決死の思いでさ、あ、マルマルさんの知り合いの知り合いの知り合いなんすよね、僕も知り合いなんすよっつったさ、まあ、よっぽどこうなんつうのかな、コミュ力がある人だったらそのまま飲み会行ったりとかね、あるけど、なんて言うんだろうな、オタクならではの最初のこう障壁の高さみたいな、ハードルの高さだけど、だんだんこう分かり合ってくるみたいなね、そこが描かれてたらもっとちょこなんか丁寧に描いてくれたらなっていうの思ったな。うん、まだネタバレする。あと一般人がオタを見る目が優しすぎる。途中で、ロマンティック浮かれモードをやって、それを学園祭の中でイベントで、こう、見てるのはほぼオタで、後ろの方で取り囲んで女子学生とかが見てるっていう図式があったんですけど、まあですね、2001年2005年のオタゲーなんてもうなんちゅうのかな、ひどいもんですよ。そのよくそういう伝説のキュートのイベントとかね、あのなんとか、イオンなんちゃら店とかでやってるところで、どれだけ気持ち悪いことをどれだけやるかっていうのをこう競うみたいな感じが、今よりも何倍もあった。オタクは気持ち悪いんだけど、中に入ったらその気持ち悪さを一般人に見せつけてやるぜ、この野郎みたいな、なんて言うんでしょうね。暴走族が、ブン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 ってこう、吹かしていくようにね、ロマンスってやるようなところがあったと思うんですよ。だそこがね、なんていうの、周りで見てる女の子が、ああ、楽しそうなんてね、顔しないんですよ。絶対口をこう押さえてね、うわ、気持ち悪いっていうところがね、一切描かれてなかったのがね、ちょっと違うんじゃないのってちょっと思いましたね。そんなに、あの、今の2020年、21年のオタク、観念みたいなね、オタク感情、なんて言うんでしょう、AKB 総選挙があれだけ何年もやった後に、会社行ったら、おい、何々推しの何々ちゃんは今年は何位だったねなんていう文化はもう全然ない時代ですからね。それより十何年前ですから。なんかね、そこのなんか気持ち悪さみ、なんかね、いい仲間たちと青春の なんて言うんだろう、大阪グラフィティみたいなのがあまりに爽やかに描かれすぎててね、そのなんオタって言えばやっぱ気持ち悪さだろっていうさ、いいおじさんが小学生の話するっていうところのところは実はあんまり描かれてなかったなっていうのがちょっと残念だったとこですかね。本当に悪口言ってっていくらでも出てくるね。ここでコメント、ヘイジさんありがとうございます。ホリケンのカンペさんかな、あ、カンペを見せてたねと。そうそうそう、変なティアドロップのメガネかけてね、やってた。あのカンペがまた面白かったんだ。働きマンさん、あ、そのレコード屋さんが高野馬場だったらリアリティがありますねと。なんだっけ、あの、今翼レコード手伝ってる足立店長のなんだっけよ、名前忘れちゃったよ。まあ楽しかったっすね、あれね。深尾さん、そうだよ。上り界隈、旗界隈、ももクロだって最初怖かったよとね。本当ですよ。あんなにフレンドリーな上り界隈であってもやっぱ怖かったよね。ましてやさ、
ももクロのなんちゃら界隈なんてさ、なんていうの、地場のヤクザみたいな顔してる人がさ、柏の葉のベランダからさ腕組みながら問題はないかみたいな顔してさ、おっかねえおっかねえ本当に、すいません仲間入れてくださいなんて絶対言えないよね。ジャンさん、地域性ですかね、かっこ笑いと。なるほどね、そう、大阪のお高い祝いのあれっていうのがあったのかもしれないですね。うん、そこは全然、僕も東京しかわからないっていうのは、そこがもしかしたらあるかもしれないね。ふにさん、あんなにすんなりと仲間に入れてもらえないです。笑い。タイガさん、コズミンの、最初のピリピリした感じがリアルでしょと。ほんとその通り、その通り。ね、まあこのコズミンっていうのがキーマンになって、っていうね、形、主人公ではないけど、でこのタイガーさんってこうスキリーに教えてもらったけど、あのなんだっけ、今日から俺はに出てたんだね、あのちょっと背の低いあの彼なんだね。知らなかった、うまかったタイガーさん、ほんとそうだったよね。ジャンさん、原作のその場面には突然の出来事に悲鳴を上げ逃げ惑う女子大生たちという記述はありました。なるほどね、そうなんだよな。まあ、みんな、まあ、おたげってことじゃないけど、やっぱりここは、うりゃおいって言わなきゃいけないって場面はね、ここにいる人たちだったら、二度や三度あるわけじゃないですか。もう、ここに親戚縁者や親がいようとも、ここでうりゃおいって言わなきゃ男じゃないよっつってね、すべてを振り切って声を上げて、指を刺されて気持ち悪いって言われる、あの辛さをみんなこう経て、大きくなってるわけですよ。だからここはね、結局これはオタク映画ではないんだなっていう、剣さんの青春映画であるけれどもオタクという、切り口はあるけれどもオタク映画ではないっていうとこなんだね。それ言ったらあの NHK でやってたあの、女性のオタのあの話の方が少しリアリティがあってオタクドラマであったかもしれないですね。働きマンさん、無糖ガキさんですね、ありがとうございます。いや、コンティニューコインありがとうございます。まだまだ喋るね。ということで、ネタバレその2、いいところ、さっきも言いましたけど、この、なんとかさんっていう監督さんはまあ結構最近好評みたいで、そういうなんか青春群像劇みたいな映画って、この言葉も古いですけどね、完成されてるんで、単純に映画鑑賞として見に行くのは、いいと思います。楽しめると思います。なかなか、まあ、編集とか撮り方もすごく凝ってて、楽しかったですね。映像として楽しかったです。すごくわかりやすかったし、わかりやすいけど、安っぽさがなかったし、いい映画だなと思いました。で、まあ、オタの一員として剣さんの目線を通して君ん時はどうと聞かれているこう対話があるような映画だったので、まあ当然もうみんな考える時は俺ん時はねって考えながらこう映画を見てるっていう目線はすごく良かったですし、丁寧に描かれてるなと思いました。あと松坂桃李がうまいのもそうだし、他を固めてる名優たちがやっぱりしっかり演技をしててですね、ちょこまかした、まあ、恋愛もちょこっとか入りつつ、めんどくさい女絡みもありつつっていうところは、なかなか面白かったですね。まあ、ただ、なんて言うんだろうな。そんなに、可愛い女の子出入りすんのみたいなね。それがちょっと、まあ、今のオタだったらあるのかなって気がしたけどね、なんかもうちょっとなんか微妙な感じの女の子がいいんじゃないってちょっと思いましたね。また悪口言っちゃいましたね。あ、そうそう。で、お互いが絡み合う人生に責任を感じるところってね、結局一人のちょっと丁寧な音楽系のオタさんっていうのが、大阪から東京に出てきて、で剣さんを誘うんですね。音楽やってんだったら東京来ればいいんじゃないって、その大阪でくすぶってるんだったら東京来ればいいじゃんって感じで、
まあ、誘うんですね。で、同じライブハウスで、あれなんか吉祥寺のライブハウスらしいんですけど、そこでこう、まあ、一緒に働いて音楽に関わったことを仕事としているっていう時に、ポツッとその、誘ったオタさんがですね、いやちょっとこっち呼んできちゃってよかったかなみたいなことをこう剣さんに確認するっていうシーンがあって、そこをちょっと個人的に、あ、面白いなって思いましたね。あの、どういうことかっていうと、やっぱりみんな、オタさんってやっぱりね、ケツのシワの 数まで分かるようなことを口に出して言ってるんで、まあ、場合によってはもう本当に 金の貸し借りもしたりしてね、なんて言うんでしょうね、普通の関係ではない関係まで行ってる人も多いじゃないですか。で、まあ、それで問題も起きたりはするんだけれども、でそこで、いやお前さ、どう考えてもこうした方がいいよ、絶対こうした方がいいよとかっていうことで、こう結構人生の大きな分岐点で、まあ、無責任にアドバイスしちゃったりとかねっていうこともたまにあったりして、で、まあ、僕は割と、まあ、年が上の方のあれなんで、まあね、全然俺の言うことなんて関係ないんだけども、あれこんなこと言っちゃってよかったかなとかね、っていう、まあ、こっちの勝手な変な気遣いっていうか思い込みなんですけど、こうちょっと 2,3 思い当たるところがあって、まあ、一つの会社でずっとやりながら安定してっていう人もいれば、こう、人の転職だったり、ちょっと仕事がなくなっちゃったとか、だったらこの仕事すればいいじゃんとか、いや、ちょっと他のことやったらいいよとかっていうことを、まあ、オタならではの共有感があるんで、この人多分こんなことで悩んでんじゃないかな、みたいな、もうこういうことしたいんじゃないかな、みたいなのがちょっとわかるがゆえに、なんか余計なことを言って余計なアドバイスして、まあ言われた方はそんなこと気にはしてないんだけど、意外とこう人生の岐路にオタクが、オタク仲間がいてね、そこでこう行動してるってことが結構僕の周りにもあるなって感じがして、なんか無責任なこと言えないよねっていうところで、俺の言っちゃってることで本当に良かったみたいなことを確認するっていうのはすごく、そこ丁寧に紡いでて良かったなと思いました。で、まあその、キーマンの人が亡くなってしまうっていうのが一つの、これ大きなネタバレなんでこれ聞かないでくださいね、なんですけども、その死を、まあ、笑いで飛ばすっていう感じの泣き笑いっていう書き方がすごく良かったですね。僕らもよく、葬式の時のセットリストってどうしたらいいとかってよく話すんですけど、お葬式って今ね、セレモなんとかっつったら、それではこれから出棺でございますなんつったらね、なんかホワーンとした曲がホワーンと流れてね、いや最後に焼かれに行くのにこの曲で焼かれんのかよとかって思ってさ、音楽好きっていうかね、いやどうなんだろうって思いません？思わないか。僕は思うんですよ。もう、なんかね、だから、俺の葬式の時はせめてセットリストだけ決めらしてくれと。普段流してる曲はこれで、で、お客さんが来た時はこの曲で、で、出棺する時はこの曲のイントロのここからスタートしてほしいとかね。それだけは弁護士にしっかりと、引き継ぎをしたいよ。本当にね。そういうサービスないんだよ、本当に。そういう話をするぐらいで、やっぱ死に様っていうところにこうオタが絡むと、いや意外と楽しいんじゃないみたいなさ、なんか皆さんその、ついつい、家族がいない、お嫁さんがいない、孤独死だなんだかんだってこう自虐的に言うけれども、果たして今死んだら孤独なのかっていう気は前々から してましてね、こんなに楽しい死に方ないんじゃないみたいな、幸せな死に方ないんじゃないって無責任ですけどね、あのツイッターでちゃんと何々は死にました、いついつお葬式やりますなんていうのは一つの結構大きな幸せかもしれないなって思うんですよね。そこをちゃんと描いてるのはすごくいい話だなと思いました。で最終的にはオタの関係性を、認められるような、まあ楽しいんだからこれでいいんじゃないと、まあ、自分の生活にまあそれでも OK を出せるっていうところが、ちょっと考えすぎかもしれないけど、すごくいいところでした。なんか曖昧なあれですいません。
ネタバレ終了。ネタバレ終了です。こう書くかな。一回切った方がいいのかな。はい、そんな感じでしたね。で、まあこれからは個人的な自分の感想です。さっきもちょろっと言いましたけど、僕の2001年から2005年っていうのはちょっと新しい、全く新しい仕事を始めて、まあ混乱もしてたし、まあうまくいかないなとかって悩むことも多かったですけど、まあ刺激が多い時だったんですね。で、そこで総合格闘技っていうのを見てて、桜庭和志とかっていうのを見てると、まあ明日も頑張ろうかなみたいなね、グレイシー倒してるし桜庭頑張ってるしみたいな感じで、そこでまあ少しプロレスも逆に学び始めて、プロレスの面白さとか、どうやったらプロレス興行って楽しめんのかなみたいなのをこう見た頃で、でそれプラスオタクっていうのも面白いなと思って、あのさっきのムガ様、オタム様を録画してファイルに変換してみたりとか、その頃面白かったのがやっぱり秋葉原だったんですよ。で、まあ、僕はパソコンが好きだったんで、いろんな、まだオウム真理教もまだ活躍してたのかな、あれ、あ、それはもっと昔か。でパソコンとかがあってからの、気持ち悪いギャルゲーだとか、アニメ系だとかのオタク、まあそっちの方が全然規模としてはね、あのドロータなんかより全然上で、数も多いし、今も多いですけど、そっちの上っていうか最大勢力だったわけですけど、そこで秋葉原とか、当時はもう歩行者天国ずっとやってましたから、そこでなんだろうな、ずっと秋葉原でお祭りをやってる感じっていうのが、楽しそうだなって、なんかまあ近いっていうのもありましたけど、オタクになるっていうよりも、そこのなんかにこうお祭りに触れてみたいなみたいな感じを持ってたのがちょうどその頃でした。で、まあハロプロに関しては2ちゃんのまとめサイトとかですね、そういうの見て、あ、このピストルさんっていう人は面白いもんだなとかね、なんて言うんでしょうね、僕の中ではその登場人物としてのオタクっていう人たちが2ちゃんという世界で、まあ、あとはまとめすれとかね、そういうところで、キャラクターとして活躍して、こう画質の荒い動画とかが出てきて、こんなオタが気持ち悪いんだよとかね、こんな缶バッチつけてるんだよとか、うわすげえなとかっていうのをインターネットのコンテンツとして見てたっていうのがあの頃、僕のあの頃の2001年2005年ぐらいでしたね。深尾さん、明日見に行きます。すいませんネタバレ、当時の剣さんの日記読んでたので、歴史的事実にネタバレも、ないってことですねと。歴史的事実にネタバレもないか。そうかな。そう。で、まあ、もう2005年のあれからは書いてないんで、話としてはなかったんですけど、僕がそのだんだん秋葉原って面白いよねとかっていうところで誘ってもらったのが2006年ぐらいの時とわみとかのイベントだった。のでその辺からも本格的にオタクっていうか、なんて言うんでしょうね、ああいうちっちゃな、まあ半地下ライブみたいなところに足を運ぶようになったのが2006年ぐらいで、でまあその石丸とかの行列に並ぶだけでもちょっとつらかったんですよ。こう当時はこう看板みたいな持ってるのが一番後ろにいたりしてね、スタッフさんが、そうするとつんくなんちゃらかんちゃらって書いてあると、
あると、その歩行者天国歩いてるカップルとかが、え、通行のなんとかだって気持ち悪いとかって言っている最中に石丸のところに並ぶっていうことさえ、もう辛かった。うわー厳しいなーとかってどうにかここでは俺が他人のふりをしたいとかって思って無理だったんですけどね。そういう、心の壁っていうか気持ち悪さの克服っても関係ないんですけどね、全くもって自分の中のハードルでしかないんですけど、そういう克服に時間がかかってたよねってあの頃でした。多分みんなあると思うんだよなっていうね。まあ当時だ、まあさっきも言いましたけどね、それが、AKB の総選挙がどうとか、誰々推しに、100枚 CD 買ったとかっていう事実がまだまだない頃だったからかもしれないですけど、まあそんな頃でしたね。エイジさん、昔の秋葉の歩行店楽しかったよねと。そうなんですよね。勝手にね、撮影会とか始まってて、水着のお姉さんとか、レースクイーンみたいな格好した人が勝手に、その辺で撮影をして、警察も何も言わずに、その一団がだーっとこう右から左に、上野の方から神田方面に中央通りをにぎにぎにぎって歩いていくとかね、本当に何でもありでしたよね。だからそういう何でもありが、ああいうなんか悲しい事件とかっていうのをこう引き寄せちゃうんだなっていう感じでね。やっぱり楽しい場所って、いいものも悪いものも引き寄せちゃうんだなって気がしましたね。昔あのなんだっけな、なんだっけ、春日、春日ってなんとかかんとかの春日ってね、あれのおたげとかを みんなでね、何百人でやって、わーってやってる時に警察が来て、わーってクモの巣散らすようにいなくなっちゃうとかね、そういうのも許される歩行者天国でしたね、あの頃は。ヘジさん、捕まってるグラブ役員いたねと。そうそうそう、なんだっけ、わいせつ物陳列みたいなね、あれでね、ほんとやりすぎだ。で、そういうのも周りにカメ子がずらっているから、わかんないんですよね、中で何が行われてるか。ジャンさん、パフュームも打ち水大作戦を秋葉でやってた頃ですね。その通りなんですよ、打ち水っ子大作戦かなそうそうそう、それがね、多分2005年2006年ぐらいなんですよね。そうそうそう、この話多分100回ぐらいしたけど、やってましたね、打ち水大作戦皆さんそれで検索してみてください。あ、ふにさん、晴れ晴れ愉快の動画たまに見ますか。そうかそうか、これでみんながおたげやってんのかな。まあね、ゲリラ的にやるっていうのがどうかっていうのは、あ、これだこれだ、警察に言われて途中退散、あ、これだこれだ、消されないんだ YouTube、 偉いな、これだこれだ。なんかね、オタクはこうであるとか、こうしなきゃダメだとかっていう以前に、次は何やってやろうみたいな雰囲気があって、それがまあ楽しかったですよね。でよくなんか、まあ、今のまああの頃系のそのプロモーションとしてはまあしょうがないのかもしれないですけど、ハロープロは、ねえ、なんちゅうかな、もうちょっと気質として、上だったとかね、そんなことないよなって気がしましたね。怖かったもん、ハロープロ現場って。特にキュートとかね、悪いやつたくさんいたから、まあ、ピンチケが腕広げて最前列に いるっていうようなこととはまた違う怖さがあって、で、オラオラとこう、目を光らせてるチンピラみたいなオタが結構いて、有名人もいて、あいつはなんとかだ、あいつはなんとかだとかって、あいつはなんとかで鳴らしたなんとかだとかね、っていうそのオタ列伝みたいな人たちはいて、僕はその時まだオタクというか遠くから見てるだけですけど、うわハロープロって怖えなとかってとってもとっても、その自分がイベントに行くなんて、なんて言うんでしょうね、
なんかそういう気にはなれなかったですね、怖くて。ももクロの方が、まあ、そんな感じでしたね。ということで、まあ、それぞれの界隈、それぞれの感じ方っていうか、例えば僕も皆さんとお会いしたのは、いろんな、こう、ももクロだったり、女子流だったり、パティロゲだったりって、いろいろあると思うんですけども、やっぱり、まあ、仲間内とか、どういうことが好きで集まってる仲間かとか、そういう人たちで、A グループ、B グループ、C グループで見に行くみたいなことしたら、みんなそれぞれ言ってることが違ったり、感じてることが違う感じで、それはそれでちょっと面白いなと。何回行っても違う人と行ったら違う話ができるだろうなって気がしましたね。で、まあ、当然その、こっから出る話っていうのは、自分が現場に行き始めたきっかけとか、仲間に入り始めた、どういう仲間に入り始めたきっかけがあったかなっていうふうに、当然そういう話になるわけで、なんでしょうね、それをこう、一回思い起こすと、お前そういうふうに思ってたのみたいなことを話せるのは、とってもいい昔話だと思いますね。本当に無数に話せる映画鑑賞後の後日談があると思います。で、なんていうかな、これだけいろんな人たちが絡むと、まあ、ツイッターとかがあったりなかったりすると、なんていうんでしょうね、まあ、自分はどこが一番快適かみたいなところも選べちゃうっちゃ選べちゃうわけでね、まあ、無理して大勢と付き合うよりも、やっぱり、ね、せっかく好きなもの見てるんだから、小さな、まあ、なんていうかな、気の合うグループだけで見たいっていうのはあるわけで、なんて言うんでしょうね。なんでその界隈に入ったのとかね、仲間に入ったのとかっていうのを、思い出すのも楽しいなと思いましたね。で、なんか、そういうのを見てると、自分がこう快適な場所とか、何が楽しくてここにいるのかなっていうのをこう、逆に分かってきたりして、やっぱり、まあ、自分の場合はこう真面目なことを話せる、ところじゃないと楽しめないんだなと。自分が真面目だな気質があるんで、真面目なことを真面目に話すみたいなねことのところじゃないと、楽しめないんだなっていうのは、なんか仕事絡みのコミュニティとかに入ってみても、オタの時ああだったからここは楽しめそうだなとか、こっちはちょっと無理そうだなみたいなのがちょっと想像つくようになったっていうのが、そのオタのあれに入ってて、こっちの方だとここは楽しめるんだけど、こっちはちょっと違うかもなとかねっていうのあるんじゃないですか。そういうのがね、なんかちょっと感が効くようになったのがちょっと面白いかなって思いました。そういうことをちょっと思い出しましたね。ということで、結果的に、アイドル村にちょっとでも足の突っ込んだ人は、まあ見た方がいいですよと、褒めたたえますということでした。ここで一旦休憩をします。11人の方ありがとうございます。ね。こんなん何本あってもいいですからね。ありがとうございます。さあ、重たい話題ですよ。ちょっと前にアンジュルムっていうところの、高木さんという方がですね、なんだあれ、 YouTuber じゃないか、あ、なんだ、あれだ、なんか、TikTok じゃねえや、なんか路上で歌っているなんかイケメンのアーティストっていうか、歌手というかソングライターみたいな人とお付き合いしてて、で、あっという間にこう、クビになっちゃった。あ、ごめん、ジュースジュースですね。みなこんさんありがとう。そうだった。で、まあ、何も知らない人だったら、ああ、そうか、ぐらいだったんですけど、この高木さゆきさんっていう人は、僕がまあ、ギリギリハロプロエッグ、まさにみなこんさんとかと見てた時にいた子なんですね。で、
この子が流行りましたみたいなとこも見てて、うわなんかすげえ子入ったなっていうね、それ悪い意味でなんですけど、という子だったんで、あの子ってサブリーダーだったんだジュースのとかって思って、なんか僕も今ハロプロ全然見てないんで、ちょっと見た、まあ見たっていうか、あそうなんだって思ったぐらいなんですけど、まあ多分全然ね調べてはいないんですが、文春だったかなの記事が出た瞬間にも、卒業っていうかまあ解雇みたいな感じで、何にもなく辞めちゃったっていう感じが、ちょっとまあここ数年のあれではまあ辞め方としては衝撃的だったのかな。で、まあ毎度おなじみのねアイドルと恋愛はみたいな話になってきて、でまあそれがさ2000なんてまた何年前とかの話だったら、やれ AKB がなんとかだとかって言うけど、またこんな話してんのかとかって思ってさ、そりゃ今のハロプロじゃ無理でしょうっていうね。そりゃ矢口とかがさ、いろんな男捕まえてきて合コンやってる時のハロプロとは今違うわけだからね。皆さんの会社ってそうでしょ昔は良かったけど今はダメっていうことが結構あるじゃないですか。それがまあ進歩だったり変化だったりするわけでね、今のハロプロはまあ無理だろうよって思うわけですよ僕は。まあ特に何だろう、外から見ててね、全然その なんか矢口が是言みたいなことやってさ、いろんな男紹介してたっていうこととは時代は違うんだし、それを何て言うのかな、期待する客層とかそういうノリっていうことでもないだろうっていう気がしてね、何て言うかな、ちょっと今更こうなんか備忘録的に自分のためにもちょっとやっときたいなと思って、こんな話題を挙げてみました。で、はい、ここでおさらいですと。アイドルの使命って何でしょうね。まあ仕事というかね、役割というか、まあ使命って言ったら何でしょうけどね、簡単な、まあ一言で言えるのかなと思ってるのは、一人でも多くの人に愛されることなんですよ。多分ね。まあアイドルジャンルってもう今ぐっちゃんぐちゃんなんで、誰がアイドルで誰がアイドルじゃないかとか、じゃあ、前村千秋は恋愛しちゃいけないのかとか、そういう話はちょっと置いときましてね、あれはあの人はアイドル活動してるらしいよとかっていうこの、まあ一般的なこうふわっとした想像のところで言うならば、なんか一人でも多くの人には愛されて好かれて、っていうのがまあ使命なんだろうなって気がするんですよ。それはまあ80年代のアイドルとかもね。で、一人でも多くの人に愛されるんだったら、まああんまり酒とかタバコとか飲まない方がいいだろうし、まああんまり、まあ女性だったらね、男遊びはまあそこそこ控えた方がそれは愛されるだろうし、で、あんまり綺麗すぎても愛されないから、ちょっとこう欠点があるぐらいの可愛さの方が愛されるだろうし、あんまり背が高くてもう足も長くて絶世のスタイルみたいだったら、あんまり誰にでも愛されないから、ちょっとこう背が低かったりぽちゃっとしてる方が愛されるだろうしっていう形で、なんて言うんでしょう、こう一般的なアイドル像みたいのって出てくると思うんですよね。で、その使命みたいなことから考えれば、じゃあ恋愛ってどうなんだよと、今日も彼氏と会ってきました、こんなホテルに行ってきました、すごく素敵だったですっていうのは、一人でも多くの人に愛されることのプラスになるのかっていうね、そこなんですよね。そこを踏まえて、そこを踏まえてですよ、今いろんな規模があったりプロジェクトの気質があったり、それこそワックとかハロプロとかツタダとかで僕が見てるような地下とかね、その地下だって真面目な運営さんから、メンバーに手を出すようなそういうなんとかケチャとかっていうところの、メンバーからいろいろ気質はあるわけでね、その処分っていうのはまあそのパターンとしては無限にあってしかるべきだなって思うんですよね。
だからそれがアイドルとはってね、こうバカが言いがちなのは、一つのことで単純明快にアイドルとはこうであるみたいなことを、なんだろうな、言い切った方がツイートの受けもいいしね、なんかおおそうだそうだって感情の共有としてはしやすいんだけど、話はそんな簡単なことじゃないだろうっていうことですよね。でやっぱり何が一番そのハロプロみたいな大きな組織で問題になるかっつったら、やっぱ内部への対応ですよね。後輩への配慮だと思いますよ。高木先輩はなんかソングライターとなんかイチャイチャして付き合ってるみたいなんて、なんかクビにはならないんですね。じゃあ卒業ちゃんとしてもらえるんですね。半年後に卒業なんですね。だったら私もって考えますよね。そりゃね。そういうことじゃないですか、ペナルティって。やっぱ公平性がなきゃいけないし、で今このハロプロのジュースジュースのことだったらどうするかっていう今を感じなきゃいけないわけでしょ。ね、そのやっぱ後輩が、いや分かります、やっぱこうですよねと、高木先輩これでクビになっちゃったけどやっぱしょうがないと思いますよみたいな納得感は、まあ、客はどうでもいいけど、やっぱ内部の演者さん、メンバーとか他のメンバーね、何百人っているだろうと、まあ研修生とかも多分そうだと思うんですけど、そこに対する、徹底みたいのがないと一番多分運営さんとしては考えなきゃいけないところだと思うんですよ。それがああいう形で記事が出るんだら、はいクビですっていうのはすごく分かりやすくて、まあある種、大正解な気がしました。でさっきちょっとアイドルの使命とかって言いましたけど、そのプロジェクトがいろいろある、ハロプロがあったり枠があったりする中で、プロジェクトごとのまた使命とか役割とか求められてるものって当然違うと思うんですよね。あるところは少女性そのものがステータスになれば、あるところはいろんな男遊びしてても、そのなんか遊び方自身がこうスターに見えたりとかね、全然違うわけじゃないですか。スタダの使命、ワックの使命、各地下グループの使命ってのはみんな違うわけで、求められてるものも全然違うし、ファンがそこにどういうものを求めてるかも全然違うわけですよね。そこでアイドルの恋愛とはなんて一般的に語ったって何も話は面白くないってことなんですよ。じゃあ現在のハロプロってどうなんですかって言ったら、やっぱり昔じゃないですよ、さっき言ったあの頃とかで出てた頃じゃなくてね、で、昔ではない使命って言ったら、やっぱり宝塚みたいな形にすごく進んでるんだろうなって気がします。でまあよく知ってる方はご存知だと思うんですけど、宝塚って3年浪人するまで、受験資格が確かあるんですよね。15歳、16歳、17歳まで3学年まで受けてもいいけど、それはまではもうダメよっていうことだったと思いました。だからそれぐらいね、自分の青春っていうのを無駄にっていうかして、まだやっぱり宝塚の学校に入って、じゃあ宝塚に入ってさ、私は宝塚入ったけど恋愛ができないんですとか、遊べませんとかさ言ったらどうなんだっていうね。ふざけんな、じゃあ来んなよって話じゃないですか。ねえ。でまあハロプロはそれをまあ意識してるか否かともかくとして、最近の娘のコンサートとか行ったら、まあ女の子半分以上いるわけですよ。で何て言うかな、やっぱり女の子のファンがしっかりつくっていうことはイコール、プロジェクトとしてはすごく強固なもので、安定供給してる、高品質なものを安定して供給してるっていう使命な気がするんですよね。だからね、多分許さないのはどうなんだろうね、もしかしたら女性のファンの方がより一層許さないかもしれないですね。そういう浮ついたことでなんか、あ、何付き合っていいんだみたいなね。でちょっと話変えて、この前フニさんともちょっと話してたんですけど、この前何年か前に仮面女子の子がね、なんか湯島聖堂のところの看板に当たって、車椅子になっちゃったって子がいると、知ってる方はご存知かなと思うんですけど、でその時に仮面女子っていうのは、まあ、僕も行ったことはないですけど、すげえなと思うのは、その子は明るくこれからもアイドルで居続けますって言って衣装を着て車椅子に乗ってステージ立ってるんですよね。ステージに出てきてる。でもっとすごいのは、その仮面女子っていう運営は、その子をまあね、それでもいろんな人に勇気を与えるわけだから、
存在価値っていうのはちゃんとあるわけでね。で、本人がやりたいっていうんだったら、それは、いや、なんとか場を作ってあげようっていうのが運営さんの、まあ、使命っていうか、仕事じゃないですか。で、じゃあ、ハロプロで、車椅子になっちゃったって子がいて、その子ステージに上げ続けられるかっていうね。まあ、他のね、なんか、出版とかそういうことの仕事させられるかもしれないけど、ステージに立たせるかっていうことはどうかなと。これやっぱ仮面女子っていう、まあ、なんちゅうか、ね、これ見てる人は言ってる人ほとんどいないでしょうけど、やっぱその体制ですかね。ちょっとここ僕造語で作りましたけど、プロデュース体制みたいのがすげえなと思って、当然ね、これもフニーさんと話したんですけど、なんだその障害のある子をこの宣伝に使いやがってとかさ、まあその僕が聞く話じゃ、その障害者系の方のそういう団体の圧力ってやばいところに引っかかるとすごいやばい、そのなんかやかみっていうかね、あれが来るっていうのをちょっと聞いてますんで、もしそういう団体に捕まってなんか利用してるみたいなことを言われたりしたら、これ大変な社会問題っていうかね、結構炎上すると思うんですけど、それをやっぱりやってのけちゃうっていうのが、そのプロデュース体制としてはすごいなっていうふうに思いました。で、例えばね、数年前にくだらないなんか48の結婚しますとかっていう子がいたじゃないですか。まあどうでもいいんですけどね、話にはしたくないんですけど、でもああいう時48って面白いなって、面白がるっていう、泳がせ方っていうのかな、いいんじゃん別にいたってって結婚すればいいんじゃないのとかって、恋愛禁止もクソもなんなくやっちゃうっていうのが48の、まあ、懐の深さっていうか、秋元康のあれっていうかね、なんかそれも面白がりましょうみたいなっていうのが、当時の48の面白がり方としてはありだった気がするんですよね。だからそれは運営さんによってはあり。で、あとは在籍中に、グループ在籍中に結婚してたファースト様なんちゃらさんっていうのがいたわけですよ。まあ僕は別に全然どっちでもいいんですけど、まあそれはまあワックだったら子供産んでようが離婚してようが、まあ全く関係ないよねっていうことで、それぞれのグループにそれぞれのプロデュース体制みたいなのがあって、こっちは OK、こっちはなしよっていう、そういう局面の話じゃないですか。そういう話ですよ。で、まあ、ファンの人には申し訳ないですけど、総じて今回のその高木さんの件の発決断っていうのは、まあ素晴らしかったと思います。即断即決で、なんだろうな、この件はもうなしにしますって記事が出た瞬間に話を終えたっていうのは、まあ今のハロプロとしては素晴らしかったと思います。あのファンの人には申し訳ないですけどね。もううだうだといつじゃあ卒業しますとか、その記事を出た状態で、いついつまでになんとかのコンサートはキャンセルしますが、なんとか卒業なんとかなんてやったら、もう愚の骨頂ですよね、今のハロプロにとってはね。で、後輩への配慮とか影響も最小限に留めたと思いますし、何よりそのペナルティっていうのは分かりやすかった。で、多分、まあ、これは単なる憶測ですけど、記事が出る前に当然文春からこうやって出ますよって話があった時に、お前どうすんだっていう話すると思うんですよ。で、そこで、まあ、高木さんももう歴が長いんでね、分かんないですよ、分かんない、もうじゃあやめますって言ったかもしれないし、もしかしたらその前から噂があってね、どうすんだ、何やってんだお前って話をもしかしたらしてたかもしれないしね。でそれで、いや別れたくありませんとかってなったらさ、そりゃ今泉なんとかさんみたいにさね、妊娠したからやめますっつったら暴力でなんちゃらかんちゃらみたいなさ、それはもうしょうがないよね、その子の人生だからさ。その子の人生にプロジェクトと合うか合わないかっていうことでね、ファーストサマーなんとかだったら合うし、高木さんの場合は今のジュースはなしっていうことの局面だけの話だと思います。で、まあ、ちょっと違う話なんですけど、〇〇はアイドルかみたいな話ってよくするんじゃないですか。で、僕はよくアイドルジャンルって話を言い方をするんですけど、アイドルジャンルで仕事するのは別に、まあ、お釜の方が
アイドルですって言ったってね、別にいいし、男が来て僕は女子アイドルですって仕事したっていいしね、70歳の、方女性がアイドルですってやったっていいって、それぐらいこう自由だからアイドルジャンルっていうのが楽しいんだろうなっていう気がします。だからそこでチェキを取って CDR を売って、仕事をするってことはもう自由にやればいいし、その自由さがここの楽しさだと思うんでね。ただ何々はアイドルかっていうのは、そのマジカルラブリーってこう背中をね床にくっつけてこうぐる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 回って M1 取ったみたいなのは果たして漫才かっていうのと同じ話だなと思って、で果たしてそれは漫才かっていう定義はまあどっちでもいいじゃないですか、ね、見てる方にとっちゃ面白きゃいいんですよね、漫才はね。でまあライブとかだったら、そのライブが楽しかったりエンターテインメントとして楽しかったらそれはありだと思うんですよ。定義なんてそんなもんだと思うんですね。で恋愛してようと何しようと子供産んでようと面白ければいいと思うんですね。でハロープロで恋愛してたら面白がれるのかっていうね、多分藤本ミキティとかいる時だったら恋愛してても面白がれたんだろうけど、今の宝塚を知ってかのこう結晶化にどん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 進んでるハロプロだったら多分なしの方向に行くんだろうなって気がしますね。結婚しながらライブ続けてたら楽しいのかなっていうね、こう何々ちゃん、結婚して、子供をあやしながら、あ今ライブやってるんだっていうのがジュースジュースでありなら、ジュースジュースはありなんだろうなと。でネギっ子は多分そこを一つ超えたんで、多分結婚して子供ができても、いやー今子供がぐずっちゃって大変だったんですよって言いながらライブするのはありだと思うんですよ。だから曲面とかその気質とかそのファンの風土とかでね、いかようにも変わるんで、何でもかんでも、一般的なアイドルと恋愛がありかなしかなんて言ったって実に不毛でくだらない話でございます。指原には OK なんです。なぜなら指原は売れてるからなんです。大スターだから終わりなんです。ワックには OK なんです。電波組も OK なんです。それプロデューサーが OK っつったら OK なんですよ。でまあ年も年だしね、30超えて一生懸命今までやってたんだったら、それは恋愛してなんとかで結婚したって、それは電波組にはありなんだと思います。それだけの話です。アイドルにありかなしかなんてどうでもいい話ですね。売れてないメンバーには NG です。お前仕事もしてないのに何やってんなことやってんだって、お前なんかいなくたって別にグループやっていけるんだよっつったらなしなんです。それは NG なんです。タレントの魅力もない子も NG なんですよね。冷たいこと言いますけど、ましてやそのこれ関係ないあれですよね、女性として恋愛しちゃいけないのかみたいな人権とか絡めるのはもっと不毛なことでね、本当にくだらないですね。例えばね、大リーグ に挑戦しようという野球選手が、休みがないんだよね俺って上不満を漏らしたら皆さんどう思いますか。知らねえよそんなの、帰ってこいよさっさと日本にって思うでしょ本当に。わざわざ大リーグ行ってさ挑戦したらさ、それは全身全霊込めて戦うでしょうよ。ね、タイガース来た新庄だってさ、太ももかなんかで筋肉断裂かなんかで、やったんだけど、今ここでやめたらもう全て大リーグの生活終わっちゃうって、そのまま続行して今もうなんかもうひどい状態らしいんですよね。そういうそのなんか怪我をしてみたいのはやっぱりなんかトップ選手はみんなやってるじゃないですか。それはもう足がもげてもやっちゃうみたいなさところを超えてその先に感動があったりするわけでね、何をか言わんやですよ。嫌ならやめればいいんですよ。でこれ同じ話がね、アイドルの給料っていうのもこれに似てる話でね、金が欲しいなら恋愛したいなら転職しろっていう、さっさとワードとエクセル覚えて転職しろって話なんですよ本当に。くだらね。以上です。終わり。こんな話を14名の方聞いていただいてありがとうございました。少しすっきりしました。そういえばね、全然関係ないんですけど、ちょうどね、さっきあの頃の話してましたけど、この話知らないだろうな、もし、2000、
2001年とかでピストルさんとかが関わってたあのアイドルだね、娘楽園とかの話を、知ってる人がいたらぜひお話ししたいなと思います。いやこの話またなんかもし知ってる人がいたら声かけてください。はい、ということでですね、また時間あるかな、一回切ります。まあこの話も別にねわざわざインターネットですることかなとは思うんですけどね、なんかちょっと黙ってられないんで言いますね。10名の方ありがとうございます。豆柴のなんとかってね知ってます？あの水曜日のダウンタウンの、豆柴のなんとかってね、ありがとうございます。コンティニューコインありがとう、ヘイジさんありがとうございます。でまあご存知ない方に言うとですね、クロちゃんってあのね安田大サーカスのクロちゃんねがプロデュースする、グループアイドルグループっていうのを水曜日のダウンタウンでやったんですが、それを裏で、プロデュースしてるのが、まあ、ワックであり渡辺淳之介というかあのチームがやっているグループなんですよ。で最初は、豆柴のなんとかっていうのの、合宿みたいなやつでメンバーを一人一人こう落としていくっていう、 こうリアリティショーみたいなね、あれなんて言うんだっけ、この前自殺者が出た、テラスハウスみたいなね形で、一人一人、落としてって、まあ、人間のクズのようにこう、たまにはこう枕営業を仕掛けたりとかですね、たまにこう誰々私はクロちゃんのことが好きだから落とさないでとかっていうことをやったりとかっていう、そういうリアリティショーの形でまあメンバーが選考されて、でそれが 2週間ぐらいにわたって水曜日のダウンタウンでやって、まあ、CD を売るってことになったら、そこの楽曲制作とか枠がやってるんで、そりゃ枠ファンの人は、見るわけですよね。でやっぱり水曜日のダウンタウン 今楽しいですから、普通にお笑いとかバラエティ見てる人も見るんで、まあ、その露出の大きさっていうのはそこでそれだけ、まあ、20なんかの露出の日じゃないぐらいに水曜日のダウンタウンで毎週何週かにわたってやる、でクロちゃんが絡んでるって言ったら、まあそれは見るしみんな CD 買うわけですよね、みんな乗ってくれるわけですね。で先日まあ見てる方はご存知だと思うんですが、クロちゃんがダイエットをしたら、なんていうの、何キロまでダイエットしたら誰とコラボするよっていうのの、まあ、ゲームというかことをやったんですよね。でまあその話もよくできてて、そこのそのクロちゃんがダイエットする時のジムのトレーナーっていうのがめちゃくちゃ美人なトレーナーさんがいて、そのトレーナーさんに、本気で恋をしてしまって、でこれも本当はドッキリでしたみたいな形で最後にこうネタバレをして、でクロちゃんが号泣するっていうオチだったんですけど、でこれ今リンク送りましたけどね、マイナス1キロで熊切あさみ、マイナス2キロで菊池亜美、マイナス3キロで、ラストアイドルの西村さんで、マイナス4キロでワースタの坂本さん、マイナス5キロでゾックのなんとかさんで、マイナス6キロで最上もがさんで、マイナス7キロで有安桃香、マイナス8キロでファーストサマーなんとかさんで、マイナス9キロで SKE の松井ジュリーナ、マイナス10キロで元乃木坂の生駒里奈ということでですね、まあリストマだけ見たらもうそうそうたる、メンツなわけですよ。でまあこれ見てる時でいや本当かなって思うぐらいこういろんな人が顔を出してて、特にその、これ見てる時に
一人一人インタビューがあってですね、楽屋とかいろんなところで、まあもし受かったらこうこうこうしたいですみたいな話をやっていくんだけど、有安のところだけ、その自分のインタビューがなくてですね、ここの画像に載っただけで、呼ばれた名前を言われただけで、本人の顔出しじゃなかったんですよね。アーシャみたいなので出ただけで終わりだった。いやこれ本当かなとか思って、桃花有安って多分テレビ絶対出てないと思うんですよ。僕見たことなくて、大体そのね、今のタレントさんとかだったら、じゃあライブツアーやりますとかっつったら、なんか目覚ましテレビとかでねインタビューとか受けてさ、まるまるさんこんにちはみたいな、なんとかかんとかツアー始めますみたいな、目覚ましテレビへメッセージを送っていただきましたみたいなね、くだらないこう番宣のとあれとかをやって、こうタイアップしてこう広めていくみたいなことをやってるわけじゃないですか。でもまあそれはスタダの縛りがあるのか戦略なのか分かんないですけど、有安って多分テレビ全体そういうチラ見でさえも出てないんですよね。だから結構まあなんだろう、戦略としてはうまいなと思うんですけど、まさかこの水曜日のダウンタウンみたいなゲスな番組に、わけもわからずワックのなんとかっていう豆柴のなんとかっていうところにコラボなんかで出るのかなって感じだったんですよ。で蓋を開けてみたら、クロちゃんは結構痩せたんですけれども、マイナス8キロレベルだったから、結局ファーストサマーがコラボで入るっていうオチで終わりだったっていうね終わりだったんですよ。でもう本当にね、もうムカついてねもうこんなの茶番に決まってんだろうみたいな。でそのなんだろうな、まあ豆柴のなんとかっていうのはどうでもいいから見ないようにしてるんですけど、水曜日のダウンタウンは大好きなんで、まあつい見ちゃうんですよね。もうまあ見ちゃう僕がはいけないんですけど、そしたらそのなんだよこれと、で最初から決まってましたてへってこうやってなんかベロでも出してさ、じゃあどうせワックですからワソ様出るに決まってるじゃないですかみたいな感じでさ、じゃあ何キロダイエットしたって同じじゃないのみたいなクロちゃんが言うね、そういうそのあのドッキリの明かし方みたいなあるんだったらいいんですけど、ちゃんとその減量がマイナス 8. 点何キロ何キロで、ファーストサマーでしたみたいな感じのオチの落とし方がほんとくだらなくて、悪い意味でくだらなくて、でなんだよこれと思いながらツイッターで水曜日のダウンタウンってハッシュタグ見たら、まあ 99.9% の人はみんな喜んでるんですよね。なんだよもうさ、豆柴の中にそのまあもうファーストサマーなビリーアイドルだっけわかんねえけど、そこを辞めたやつがなんかまたここで歌うなんて胸熱とかさ、うわ最高とか、これは楽しいとかさ、これ来たみたいな感じで言っててさそうなんだって感じでね、もうさ、なんでまさにあの頃を謳歌してる今のワックファンがいるんだよね。でさ、いやこれもうちょっとなんかまあそりゃそうかと思ってね、まあ自分はもしかしたらちょっとくだらないことを知りすぎてんのかもしれないし、そういうもう楽しめる土壌ではね、アイドルに関してはないんだろうな、だからまあ飽き飽きしてるんだろうなっていうのは分かるんだけど、まああまりにもその茶番と、まあ水曜日ダウンタウンって多少信頼して見てる気がしてたんですよね。昔のそのタレント名鑑とかね、クイズ、正解は1年後とか、その淳とか有吉がやっている藤井健太郎系の番組で、クロちゃんって多分その辺からその藤井健太郎系の番組にこうたくさん出させてもらって、目隠ししながらいろんなクイズとかをやらされて、今のクロちゃんキャラっていうのは結構確立されて、水曜日のダウンタウンでまさに、今のクロちゃんがあると思うんですよ。でまあね、知ってることはよくご存知だと思うんですけど、クロちゃんってやっぱりアイドルに関してはすごく真面目で、ね、誰かに手を出したとかそういうことも一応聞かないですし、でその楽屋とかね、
ステージが見えるところでちっちゃいノートに暗いところでペンでいろいろメモをしながら、まあコラムとか書いてるのかもしれないんですけど、いろいろメモったりして、で一時期、アイドルストリートの、まあなんだろう、大使みたいな感じで、アイドルストリートのなんか重要なライブにはこうコメンテーターみたいな感じで、参加することが結構あって、でね、よく勉強してるんですよ。その何々ちゃんはこういうことがあって、まるまるちゃんはこうでとかっていうメンバーのことをよく覚えてて、すごい勉強してるなっていうのにちょっと感動したぐらいですね。で、ファンがどういうところでエモくなったり、どういうところで感動するかっていうその共通点もよく分かってて、まあ一時期はね、ももクロ芸人とかって言って、そのももクロのライブが熱いとかっていう、なんかこうレールに乗ったようなね、奴らが何人かいましたけど、今もいますけどね。なんか、クロちゃんの場合は一歩進んで、このグループとこのグループはどういう関係性があって、どこを注視しなきゃいけないみたいなことは、すごくクロちゃんはよく分かってて、うわ、この人、めちゃくちゃこう勉強してるなっていうのはよく分かったんですよ、その当時ね。で、そのまあ僕が恋にさせていただいてた静風キスナの橋系社長のところにね、たまに名古屋に寄ったらこう菓子折りを持って顔を出すとかね、まあ人間もできてるわけですよ。でまあね、僕の配信なんて誰も聞いてないから別にあれですけど、あの今クロちゃんにとってはですね、人生の勝負時なわけですね。やっぱ次世代のこう出川哲朗にならなきゃいけないわけです。気持ち悪い気持ち悪いってずっと言われ続けながら、いつしかこう愛されるには、やっぱ気持ち悪いを極めなきゃいけない。日本中のどんなタレントよりも気持ち悪いって言われる。山ちゃんがあんな感じで女優さんと結婚しちゃったりって感じで、まあ一つこう、まあね、路線を変えたわけでね。で、クロちゃんはそこで自分の気持ち悪さはどこかっていうのをずっと突き詰めて、絶対部屋は、掃除しないし、もしかしたら別宅は綺麗な、ね、タワーマンションかなんか住んでるかもしんないけど、あくまでも水曜日のダウンタウンで隠しカメラをされるときは汚い部屋で、毎度おなじみの講談みたいな部屋にいるわけですよ。そのスタイルは崩しちゃいけない。やっぱり自己セルフプロデュースだからね。それぐらいしてもっともっと気持ち悪くなって、水曜日のダウンタウンに貢献することが今の彼の仕事の、まあ、さっきの言葉で言うと使命だと思うんですね。それは彼はもう今多分痛いほど分かってるから、そこに邁進してるのが多分クロちゃんの今の、人気というかクロちゃんコンテンツの、使命、求められてることだと思うんですよね。だからそこで、なんだ、あいつはね、分かってやってんだよ、そんな茶番だよっていうのも、無粋だと思うんだけどね。なんかさ、もうそこでね、ワックとさ、なんとかクイズとかつって、その、いかにもドキュメントのようにさ、やってるっていうことがさ、まあ、昔の電波少年みたいなね感じでリアルをこう追求しているような感じなんだけど、これも全て演出なんだよね。もうさ、出来上がってんだよ。その一番分かりやすい形が今回のマイナス8キロファーストサマーウイカなんだよね。もうさ、なんでこんなくだらないもん見てんだよっていうさ、もうこれ話みんなと共有したいんだけどね、結構みんな楽しみしたりしてるからあれなんだけどさ、もうどうしましょうって感じ。ふにさん、そうファーストサマーウィカさんだけ思い出せずと、そうここの、何キログラムに誰がいたと、例えばマイナス4キロにハーチンがいたねとかね、マイナス7キロにアリアスだよとかっていう、こうなんとなくポジショニングは分かってたんだけど、8キロって誰だっけみたいなね、あまりにも印象が薄くて、何の違和感もない顔がそこにあったから、全然マイナス8キロが思い浮かばなかったっていうね。いやだから残念なのはさ、その水曜日のダウンタウンも、俺があんまりにも期待をしすぎてたっていうのもあってね、まあそれは無理だろうっていう、もうちょっとなんか自分でもちょっと、期待しすぎてたね、ちょっと自分が情けないです。深尾さん、メンツ発表の時気づけばというか気づけましたよねと、
そうなんだよね。そうなんだけどさ、それでも信じたかったんだよ、当時の僕は。見てから失敗したなと思った。深尾さん、クロちゃん地下のライブハウスで仮面女子のゴムボート担いでましたよと。あれ面白いですよね。あの、今やってんのかな、あのボートを担ぐ時って裏手の方からスタッフ側に2人ぐらい出てきて、お前とお前とお前とのお前だなってバーって招集かけて、でこっちの方に袖に来させて、でその段になったらうおーってゴムボートを押すっていうね、あれはあれで素晴らしいっすよね。まあそういう、だからオタと、運営との共同作業っていう風に思ったら、今回の水曜日のダウンタウンも、まあクロちゃんというキーマンと水曜日のダウンタウンという人気番組の共同作業っつったら、まあそういうもんなのかなっていうね。ウニさん、クロちゃん賢いですよねと。そうそう、賢いんですよ。で誠実な人なんですね。あ、そうそうそう、昨日なんだっけ、あれ俺も見たの。あ、昨日は面白かった。そう、昨日は面白かった。男女クイズね、ほんと面白い。僕もたまに酔っ払った時に、あ、これいいんじゃないかなとかって、水曜日のダウンタウンの投稿ホームとかに、なんか、投稿したりするんですけどね。まあもちろん採用なんかされませんけど、それぐらい企画力勝負でなんか振り切れてるのはさすがだなと思ってて、そこにその何なんだろうね、なんかさ、楽しいんだろうなっていう、なんかクロちゃんパックっていうのと水曜日パックっていうのとワックセットっていうのが合わされば、それは楽しくなるんだろうけども、あー残念ながら俺はそこは楽しめないんだなっていうね、本当に なんて言うんでしょう、そういう気分なんですよ。だからクロちゃんはいい人だし、思いっきりこれからも気持ち悪く突き進まなきゃいけないし、やっぱり次の出川哲朗にならなきゃいけないんだろうなっていうことで、あの陰ながら応援をしております。それだけだよ。なんていうかね、あのこの前有吉が仮初め天国で言ってたのは、これって面白いんですかとかって言ってくるやつに、なんていうんだろうな、そこまでお前らに教えてやんなきゃいけないのかよっていうのが言ってたんだけど、なんていうかな、僕らが今思ってるこうむにゃむにゃ感は、それってこことここが面白いっていうことでしょうっていうのが分かっちゃうというか、面白がれないっていうのが悲しいところですよね。だから面白いところを面白がれる賞味期限ってすごく短くて、それはやっぱりなんか面白がれる時に面白がらないと大事にしないといけないんだなって気がしますね。なんかこれ皮肉でも何でもなくて、面白がれる一瞬っていうのはほんの、短い期間でしかないんだよね。実はお前まだ飽きねえのかよっていうのは簡単だけど、やっぱ飽きない方が幸せなんだよね、きっと。次からはじゃあちょっと予告編ということで、ちょっと皆さんにもまたちょっとご意見、またなんか飲み会とかでもね、ぜひご意見を聞かせてほしいです。今まあ吉本芸人とかね、まあコロナのせいもあって YouTube チャンネルをみんなでわーって始めたりとかってあるんですけど、今個人的に
岡田斗司夫ってあのね、オタキングのね、まあ数年前にあのツイッターで、セフレ事件でおなじみの、あの人の YouTube チャンネルをずっと見てて、まあ、さすがね、一人喋りのキングって感じで、何喋ってても面白くって話のペースがすごくて、全然オタとは関係ないとある先生とその動画を共有したんですけど、まあさすが面白いと。どんなつまんない話でも面白く一人で面白くしちゃって、それもノー編集で面白くするっていう、その岡田斗司夫の技術ってすげえなとかって思ってたんですけど、そのオンラインサロンとかっていうことの提唱するの結構昔から、まあみんなに金を出させてそこでコミュニティを作るみたいなことを昔結構、まあ、トライアルしてたと。で、そういうことをホリエモンとかといろいろ話をして、岡田さんちょっとその考え方数年早かったねって感じで、岡田斗司夫、ホリエモン、ひろゆき、あとは、西野、ね、プペルのなんちゃらかんちゃらっていうあたりとは、なんかこう結構情報交換をしてて、オンラインサロンの行方みたいなことをずっとこういろいろ話したりしてる、まあそういうなんか今のインターネットカルチャーのこう一味みたいな感じでねやってるっぽいんですよ。で、まあこれ別にあの結論とかないんですけど、やっぱり、アイドルって今までいろんな集金をしてたし今もしてると思うんですね。で、まあショールームだったり、まあ有料配信だったり、まあチェキだったりね、あとはチャットレディーみたいな、やつだったりとか、あとは、デート商法だったりね、そういうのが割とこうここ十数年は進んでたと思うんですよね、他のあれに対して。だからバンド系もアイドルジャンルに入ってきて、まあチェキっていうのはもう泥臭いもんだけども、それで毎日毎日1000円でも2000円でも日銭を稼ぐことがあれば次の活動もできるみたいな、そのアイドルジャンル的な商法を使って、バンドさんもバンドっぽい音楽家も、なんかやるっていう手法をこう、あとグッズ売ったりねっていうのがここなんか十数年かなって気がするんですけど、じゃあオンラインサロンみたいにこう月額制みたいにね、することってできないのかなっていう。今はオンラインサロンとかって言っちゃうと、そのなんだお前あの金の亡者かよとかね、こすいことやりやがってとかっていうふうに言われると思うんですが、多分まあこれ何の根拠もないんですけど、普通にこうビジネスの世界で、まあサブスクじゃないですけど、有料のコミュニティとして、今までは普通の会員制の勉強会とかね、例えばセミナーがあったりとか、そういうなんか勉強会があったりとか、あとはそういう経営者の集まりのなんとかとか、業種交流会っていうのは、まあ昔からそういうのは、昔からあったわけですけど、ことそのオンラインとかね、オンラインでお金を取ってオンラインで交流をして、オンラインで刺激し合うみたいな、あとコンテンツを流していくみたいなことで、自分のコミュニティとして何ていうの勉強というかやっていくみたいなこともやっぱりこう仕事の世界でも結構もうどうにかならないっていう考えをしてる人は結構多くて。まあご覧のようにそのセミナーなんていつできるかわからないし、集客ね、じゃあ来年になったらコロナ収まるの、ワクチン収まるのってわかんないじゃないですか。だからまあやっぱりさ、どう考えてもその方向としてはコロナ時代でそのオンラインサロン的なね、名前は変わるかもしれないけど、昔、ASP とかって言ってたのが今クラウドって言ったりね、名前が変わっていくように、まあオンラインサロンって名前がちょっとゲスになってきて名前はまた変わると思うんですけど、結構その仕事の世界でもオンラインサロンみたいなことをやりたいっていう人結構多いんですよ。で、じゃあなんでアイドル運営さんはそういうのできないのかなっていうね。で、これ何の結論もないんですけど、ファンクラブってあったじゃないですか。で、ファンクラブじゃないんですよね。で、ファンクラブって昔はインターネットない時は解放誌っていうのがあって、その解放誌を送られてきて、〇〇ちゃんはこんなレッスンをしてますとか、〇〇ちゃんはこんな食べ物が好きですとかっていうのを昔は情報として共有したのが、
なんかファンクラブっていう形だったと思うんですよ。だから多少のそのあとはチケットか、あのいい席が取れるっていうことね、のファンクラブっていう形はあったかと思うんですけど、まあ大体それって月年額3000円とかね。だからあの携帯コンテンツのやつにしても大体300円から500円払って、コンテンツを、限定コンテンツを見るための料金、あとはあのチケットを取るためのプレミアムな費用って感じで、ファンクラブって今もある気がするんですよ、なんとか FC ってね。ただオンラインサロンみたいにさ、そこでちょっと考えたのは、例えばアイドルだったらね、チェキを必ず、月に10枚送りますとかね、それがその、楽屋だったり、どっかの外だったり、全然よくは分かんないとこだったりっていうプレミアムなチェキを必ず10枚送りますとかね、こんなのどうだっつうのか、なんて言うんでしょうね、開放誌とか動画コンテンツとか、チケッティングじゃない形のファンクラブっていうのができないのかなっていうのを最近よく考えててですね、まあね、これがその30歳ぐらいの歌手の方だったら、あなたの相談に乗りますみたいなね、占い師みたいなあのコミュニティもできるのかなと思うんですけど、やっぱ10代の女の子じゃそれは無理かもしれないんですが、なんかそういうのってどっかやり始めてないですかねっていうのをちょっと、もしご存知でしたら教えてもらいたいなと、今じゃなくて結構なんで、このグループ、このアーティストさんはこんなファンクラブの形を始めてるらしいよとかっていう、それをオンラインサロンって言っていいかどうかわかんないんですけどね、月額いくらで、何千円でこんな面白いことをやってるよとか、単にバーベキューパーティーじゃなくて、なんかこうファン同士が仲良くなれるこんなこともやってるよみたいなことは、もしご存知だったら教えてほしいですねっていうことのお願いでございました。ごめんなさいね、なんか別に結論とかなくて。どんしばさん、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。結構話せるな。でまあ最近ね、いろんな芸能のことを仕事にしてることに最近、まあ、大したことはないんですけど関わることが多くて、それはアイドルじゃない方々に関わることが、まあ、ちょこっとあったりして、でそれは僕もそうかもしれないんですけど、音楽をメインにしてるアーティストさんとかが音楽以外でお金を取るってことの拒否反応みたいのってすごく難しいなっていう気がしててですね、やっぱりなんか本田宗一郎には藤井武雄だっけっていうね、経営の神様みたいな人がいるっていうことで、やっぱ金庫番っていう人が金儲けは俺に任せろみたいな、あの嫌な役回りは全部俺がやるよっていう人ぐらいいないと、えぐいそのグッズの売り方とかね、そういうのってなかなか個人レベルじゃ難しいなっていうのをすごく最近思ってます。CD として音源を売るなら10枚売ろうが100枚売ろうが1000枚売ろうが音楽を売っているっていう形で、ありなのかもしれない。で DVD を売る時も、DVD は音楽というエンターテインメントを売ってるんだからありかもしれない。ただ、その人がデザインしたマスクを売るのはこれ完全なる物販だからなしかもしれないとかね。T シャツっていうのは、いや音楽活動じゃないしっていうことでなしかもしれないって、その、まあ、運営さんというかその金庫番の判断によって違うんですけど、
お客からしたら、なんて言うんでしょうね、アーティストって一つのキャラクターですから、なんだろうな、そのバンドメンバーが乗ってる T シャツを着るってことがなんか誇らしかったり楽しかったり、俺これのファンだぜっていうことを外に向けてアピールしたかったりっていうね、いうキャラクターなわけですよ。でそれはまあミッキーマウスとかあのドラえもんと同じわけで、そういうグッズを売るっていうことが何一つ客にとっては不思議ではない。だってそのキャラクターが大好きなんだからね。ね、何が言いたいかというと、意外にね、そういう内部スタッフさんがお金を稼ぐってことに拒否反応があって、いやそこまでえぐい商売はしたくないですよっていう、あくまでステージを売ってるんでって言いたい方が多いんだよね。それで結構その機会損失をしてることが多くて、でまあ会員制のなんとかっていうのも本当はね、運営さんにとっちゃ楽なんだけども、やっぱいやそういうえぐいことはしたくないんですよっつって、心の拒否反応が起きちゃう。まあこれしょうがないことなんですけどね。でそのさっき言った岡田斗司夫もやっぱりインターネットとかでお金を、やるっていう拒否反応とかヘイト感っていうのはものすごく大きいから、一回それは受け取って、いや、皆さんの気持ちは分かりますよ、でも私たちは、まあ、活動のために、このファンクラブなのかオンラインサロンか分かんないですけどね、有料会員制度っていうのを始めますっていうことを一回引き受けないと、そこは大変だよっていうのを岡田斗司夫も言ってたりするんですよね。でなんかこう、例えば CD とか DVD を売ることがだったらありなんだったら、まあアイドルだったらなんか写真を売ったり、なんだろうな、なんか物、だからそれがサインかどうかっていうのはねあれなんだけどね、でそれを郵送するっていう大きさ、なんか物として受け取るっていうことがあれば、いやこれは何々の定額制だから物を受け取ってるんだからありなんだよっていうのを、運営さん側もお客さん側も納得できるかもしれないなってちょっと思ったりしてて、僕、自分の仕事に関わる雑誌を1年定額で16,000円ぐらい払ってるんですよ。で月額にしたらまあ13,400円か、まあまあ高いですよね。で毎月毎月雑誌送ってくるし、まあいい雑誌なんで、もうそこはあれなんですけど、あんまり読んでないですよ。でもう、もう唯一無二の雑誌なんで、そこはちょっと応援したいなっていう自分の言い訳をしてねやってるのと、今はこんなことが流行ってますよっていう刺激をそこの雑誌から受けるんで、そこはつないでおきたいっていうのがあるのと、あとそこは偉いのは、何年も前の電子書籍を全部無料で読めますと、定額制のその定期購読か、定期購読に入っとけば、何年も前の、電子書籍、まあ昔のやつだからもう結構陳腐化しちゃってるんだけど、でも、結構普遍的な記事もあったりして、でじゃあ読むかっつったら読まないんだけども、過去の資産というものがもしあるんなら、それを全部見れますよ、全部、なんとかですよっていう、その全部っていう言い方をすると、割とお客さんお金を出しやすいかなってちょっと最近思ってて、じゃあそのアーティストさんとかにおける全部ってなんだろうなっていうのをあれば、もう少しアーティストさん側も、いや実は月額1000円なんですとか、だって全部なんですから、でお客側もいや全部見るんだったら、まあ応援もしたいしお金も払おうって感じで、じゃあ FC 入るか、オンラインサロンか分かんないけどね、そういうの入ろうかっていう気持ちになれるっていう、なんか心のさっきのハードルみたいのがちょっと落とせるのかなっていう気がしてるんですけどね。なかなかこれ難しい話なんですけれども、やらなきゃいけないことだろうなって気がしてます。やっぱりライブがいつできるかわからないし、音楽とかエンタメそのものが水商売ですから、やっぱりね、来月の予測が立てられなかったら、そりゃ
楽器も買えないし、レッスンもできないし、衣装も作れないし、会場も抑えられないしね。なんかもうそれが、今まではそうは言ったってライブやれば一回じゃあ20万ぐらいあらりあるから、じゃあ一回ライブやるかとかっていうのはあったかもしれないけど、なんせこのコロナなんで、緊急事態がどうこうと言ったって全く先読めませんから、なんかいい方法あればなっていうね。それがちょっとオンラインサロンっていうところにヒントが隠れてる気がして、僕もちょっとモヤモヤしてて、なんか自分でオンラインサロンやってやろうかとかって思ってるんですけど、なんだあいつ金儲けのためかよとかってね、そう言われるのも覚悟で、なんか実験でもしてみないと、こういうのってこうブレイクスルーできないのかなってちょっと思ったりしてます。コメントありがとうございます。ふにさん、女子流は DVD 開放でした。そうでしたね、あの DVD 面白かったですよね。なんとかさんって、あのもじゃもじゃの頭の人がねやって、今日はなんとか遊園地に行きますとかっつって、それがメンバーがどん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 回を重ねるごとに飽きてるのが分かってね。またカメラマンさんがさ、すげえ静かな人でさ、イエーイ今日はなんとかだよとかって言わないんだよね。ボソボソっつってね。AV のさ、序章みたいな感じでね。あれちゃん今日は可愛いですね。その格好セクシーですね。みたいな感じで。ボソボソと始まってさ、なんか眠そうなメンバーがさ、釣りとかしに行くのね。あれ楽しかったね。ヘイジさん、なんで雑誌なのと。ごめんなさい。これビデオサロンっていうね、映像系の雑誌でございます。だから、制作のその企画だったりとか、あと YouTube だったりとか、あとは機材だったりとかね。まあ機材とかの話は陳腐化するんですけど、どうやって番組作るかとか、ナレーションどうやったらちゃんと撮れるかとかっていうのは結構普遍的な内容で、昔のやつも読んだりしてます。ありがとうございます、ヘイジさん。ラジオライフもそんなバックナンバーを PDF で提供してるね、と。なるほどね。ラジオライフ。あ、知ってましたから、ビデオサロン。ラジオライフか、渋いな。もうね、そういう世界だと、かなり結晶化してるカルチャーだから、ね、基盤の組み方とかそういうのも、もう何年も昔の情報でもそのまま使えるのかもしれないですけどね。まあ、なんちゅうかな。もう、なんて言うんでしょうね。こう、今までは、現場っていうのがあって、現場でチェキを買わせる、写真買わせる、グッズを買わせるっていうのがありましたけど、まあ、そのね、それもやっぱ通販になっちゃうし、で、通販のあれだと、やっぱり現場で、おい、もうじゃあ、テンション上がったからこれも買っちゃうみたいなね、買ってしまえみたいなのないですからね、やっぱり通販って、EC だとやっぱ冷静になっちゃうから、これはいらないよなとかってなっちゃうと、なかなかそのお金も出しづらい。かといってクラウドファンディングみたいな、その善意のお金みたいなやつだと、どうしても出す方としてはちょっと限界がすぐ訪れるっていうか、まあちょっと今日は今月厳しいからいいかとかね。知り合いの人でもクラウドファンディング何回かやったんだけど、やっぱり最初は何百万も集まって、結局いくらだっけな、500万ぐらい集まったのかな、とあるプロジェクトでね。でも2回目は全然集まんなくて、まあでもクラウドファンディングをやるという行動が、そのものが、まあその自分の尻を叩くって感じでやったけど、結局3回目はやってないですからね。やっぱりどんどん尻つぼみになっちゃうのが、そのなんて言うんでしょうね、ちゃんリターンとかがすごくこう曖昧なクラウドファンディングの末路かなっていう気はするんですよね。明らかにこの製品が売ってもらえるっていう、なんか分かりやすさのリターンがあればいいけど、まるまるちゃんを、なんだろう、応援するためにっていう曖昧なやつはあれだし、ましてそのチェキ券を買うためにクラウドファンディングっていうのは、あれはクラウドファンディングでも何でもなくて、ただ単に物販でしかないですからね。なかなか難しいなと思ってます。なんかいいヒントがあったら、ちょっとなんかを、僕が運営さんみたいですけどね、ぜひそういう話をしたいなと思ってます。
そう、あー、これも次回への宿あ、グラタンさんありがとうございます。モナリちゃんのファンクラブは月550円の他に2200円のプラチナ会員がありますね。プラチナは月1で限定ライブだったりパフォーマンスを見られるようですが、と。そうなんだよな。まあな、ビビッドさんの考えることだからな。なんかね、モナリちゃんだったらライブというよりもリハとかね、あとはなんだろう、レコーディングが見れるとかね、あとはその場で一曲作っちゃおうとかね。音楽、まあまさかモナリちゃんがあのオフ会と称してバーベキューやるわけにはいかないだろうからね。あとはなんだろう、なんかお皿とかね作ってね、ろくろとか回してもしょうがないですからね。そこが、そこの岡田斗司夫も言ってるんですけど、一般的にみんなが楽しめるっていうようなものは、みんなが楽しめる、なんだ、一人でも多くの人が楽しめる可能性があるものっていうのは、できるだけ無料とか、公開されたものでやった方がいいですよと。それがまあ集客になるし、みんなで楽しめるからと。で、このコンテンツとかは限定した人しか楽しめない。まあ、例えばモナリちゃんだったらすごい昔の曲だったりとか、なんだ、下手したらスペシャルの曲やりますとかね。要するに普通のお客さんは楽しめないかもしれないけど、コアな人だったら楽しめるっていうものは限定にする価値はあるって言ってるんですね。で、なんていうかな、その先にはなんだよお前この楽しさも共有できないのかよっていうふうに、ライトなファンの人にこう刺激を与えるじゃないけども、ここも分かるようになるよなみたいな感じに、なれるのが限定コンテンツ、ひいては有料コンテンツだったりすると。だからライトな人をよりディープにもっと深く知ってもらうためのこう刺激になるような感じのことを有料とか、限定とかプレミアムの方でやった方がいいですよっていうことらしいんですけどね。2200円で、モナリちゃんがそのまま食事するっていうのはいいかもしれないね。今日は A さんの2200円ですとかって、なんか食べに行くとかね。そしたら2200円、払いがいがあるね。半分 30% 引いて、1500円ぐらいのご飯をモナリちゃんが食べに行くとか。難しいな。やっぱそこノリが必要ですね。そうそうそう。で、これも今日はもうちょっとあれなんですけど、ですね、よく皆さんから声かけられる時に、これやろうよって言っていただける、これだ、ナタリー、音楽ナタリーの、2010年代のアイドルシーンという、まさに僕たちが楽しかったよねあの時っていうのを結構まとめ始めてるところがあってですね、これだ、
これ結構まあ、是か非かはまあともかくとして、よくまあ、なんて勇気を持ってったらなんですけど、よくまとめたなって気がしてます。まあ、この人小野寺守さんという方がライティング文章書いてるっぽくて、吉田豪とかにこうインタビューしてたりするんですけどね。まあ、大体始まりが例の2010年の渋谷公会堂のアイドルユニットサマーフェスティバル2010をスタートとして、まあ、ここからも TIFF が始まってるんで、ここを起点としていろいろ振り返っていくっていうことで、ボリューム1から6まであるですね。で、ローカルアイド文化の流星とか、秋葉系カルチャーとのクロスオーバーとか、アイドル戦国時代の幕開けの瞬間とかっていうことで、まあ当然いやそうじゃこうじゃなくてこうだったよねみたいな話をちょっと次回できればなというふうに思っております。単純にこれボリューム1からちょっと皆さん読書していただいてですね、でここはこうだよねとかね、あそこはこうだよねって話をちょっと したいなと思ってます。よくこういう話の昔話をするときに、A さんはこう言うけど B さんはこう言うっていうか形 でなんとなくその時喋ったツイッターとかのなんて言うんでしょう、歯切れの良さとかで、あそりゃそうだよねとかっていう、なんでしょうね、歯切れだけでその時の時代がこうだったって言い切れちゃうのはすごくもったいないっていうか、なんていうかそんな簡単な話じゃねえだろうっていうね。だってさっきのあの頃じゃないんだけど、みんなそれぞれいたね、感じ方とかね、いる界隈とか見てるグループとかであの頃の感じ方はこうだったって言いたいわけで、それは2010年はこうだったっていうのは A さんのこうだったと B さんのこうだったみんな違うわけでね、なんかそういうのこうすり合わせられたらいいな、そういう話をちょっとして、なんかクイックジャパンじゃないですけども、当時はこんな感じだったんじゃないのっていうのをこういろんな人の目線からこう浮き彫りにできたらいいなというふうに思ってます。でそれを引いてはまあちょっとリアルイベントにでもできたらいいかななんてちょっと思ってるので、これちょっと結構長いんですけど、なんかトイレに入った時でもちょっと読んで、ボリューム1から6まで読んでみて、これ違うんじゃねえのみたいなところをぜひ皆さんからご意見を伺いたいなと思っております。ちょっと書いとこうかな。もう2021年だからね。なんちゃって。なんて思ってます。2010年代のアイドルシーンの記事は果たして本当かすごく刺激的。私たちが感じるリアルな2010年代はこうだったんじゃないのっていうことをちょっと読み合わせて、あでもないこうでもないって話を次回はしたいなというふうに思ってますので、ぜひ、読んでみてください。僕が言うのもなんですけども、よくまとめてるとそれがいいかどうか別としてね、誰かがこう叩き台としてまとめてくれないと叩けないですからね。で多分そういうのって誰もやってないし、やってないと思うんだよな。僕が知ってる限りは多分やってない、それ総括みたいなね。もう、坂道だなんとか坂だ、ワックだとかって言ってるんで、まあこう
老兵は死なずただ消え去るのみじゃないですけど、僕らが好きだった2010年代のシーンっていうのは確実にもうなくなっているっていう気がします。まあそれは時代の変化だからね。で、太田さんも、消えてる人は消えてるし、他のことやってる人は他のことやってるし、で、まあ今坂道がいいよとかって言っててもそれはもうその人がそういう新しいこうレールに乗り換えたって気がして、僕はそこには乗り換えてなくて、相変わらず地下の、トロッコみたいなところにずっと乗ってて、あでもないこうでもないって言ってるっていうのが自分だって気がしますよね。宿題でございます。ヘイジさん、話それるけどこのチャンネル見ているドロータどもはアイドルちゃんに対するモチベってキープできてるのかなと。まあ限りなく少ないかな、今見てる13名だいたい15名ぐらいの方々、まあ今でもね、その見てる方は見てる、まあ人それぞれかな。だいたいここにいる方々って会うと、もう他の趣味をやってることが多いと。で、まあたまにライブは行くし、仲間が行くからいるから、ここの現場には行くっていうことはあっても、じゃあ来週も行こうとか、まるまるちゃんの返事、あのリプを飛ばそうとかね、ブログにコメント書こうとかっていう当時のような行動っていうのは多分ないと思います。で、ね、深尾さんと飲んで話してる時は、バンドってどうやったら売れるかねとかって話とかね、ふうにさんと話してる時は秋葉原のどこの焼肉がうまいとかね、ご帰宅するのはこういうことが、ルールらしいですよとかっていうね、コンカフェ系の話だったりとかね、あと僕が今一番時間をかけてるのはインターネットで軍服を買うことですんでね、アイドルでも何でもありません。あ、ミリタリーって楽しいなっていうところに回帰してるっていう、あとは仕事なんですけど全然違うことやってますね。でもグラタンさんとか多分まだ行ってる方かもしれないけどね、まあ人それぞれですけど、なんていうかな、乗り換えるところがもう全然違うところに乗り換えてる人もいれば、まあ例えばスターダストとかだったら、まあね、ヘイジさんは結局見てないかもしれないけど、他のグループもちょこちょこ出たり、この浮きし、あの新しいのが入ってきたりっていうのはあるからね、それだけ見てるだけでも結構楽しめるっちゃ楽しめるかもしれないけど、まあどうですかね、モチベーションはね。なんかあったら書いてください皆さん。深尾さんありがとうございます。総括、松村咲子女子にやってもらえばいいんですよってやってくれるかな。総括するのって大変だからね。まとめなきゃいけないからね、あと当時の空気感っていうか、総括で、まあ、まとめるのもそうだけど一番こう大事だなと思うのは、当時の空気としてどうだったかっていう、そのなんか曖昧なことをみんなで、ああそうだそうだって言えることをまとめられるかって、多分そこがなんか肝っていうかキーっていうか、鍵な気が してます。そんな感じですね。いや、久しぶりにやるとなかなか言いたいことが多すぎて結論がなかったりとかまとめられないもんですね。ちょっとまたいつもこんなこと言ってますけど、今2月か3月4月ぐらいにはまたやろうかな。ちょっと今年はやるようにします。そういう目線で見てればまた違うネタも出てくるかなって気がします。ありがとうございました。明日映画見ていきます。ありがとうございます。ありがとうございますなんだけどね。ぜひ、感想戦をしましょう。なんか、ね、この話で、
それぞれがあの頃っていうなんかねえイベントっていうか なんだろうな、なんかできるよなって感じでね、うん、どうしてもハロプロの話になっちゃうけど、僕もそんなにハロプロにハマってたわけじゃないので、あの時のモーニング娘。の第何期って言われても全く分かんないんだよね、うん。ヘジさん振り返ると、2010年ってやっぱりすごい年だったねと。まあそうですね、特に僕ら世代っていうんですかね、ももクロが楽しかった時の人たちからするとちょうどその自分たちが興味を持った感じの山なりと、ももクロ周りがこう楽しくなってきた、まあハロプロでも AKB でもない、アイドルっていうのがなんか売れるらしいとかっていう、こう第3曲がこう盛り上がってくる時のこう加速カーブがちゃんとこう合ってたから楽しいのかなっていう気がしてます。これ何回も言ってるんですけど、僕が2006、7、8、9ぐらいまで見てたそのポシボとかキャナーリクラブとかっていう NGP とかっていうねツンク系のもう一つのやつは、そこにいた、まあ、重鎮の方々っていうか、まあ、僕より年下だったりとか多いんですけども、もともとその人たちは0年代からそのまさにさっきのあの頃みたいな世代の、アサヤンの、テレ東の、掲示板、2ちゃんもそうだけどそのアサヤン掲示板とかの管理者みたいな感じで、そこでこうやり取りをしてると、ツイッターも全然ない頃ですからね、そこの文化の人たちが2006、7、8かぐらいに、本当まさにちょこっとだけ仲良くさせてもらって、もう忘れもしませんけどね、とあるどこだっけな、あれ静岡かなんかのどっかの現場に俺一人で行ったんですよ。でブログとか毎日書いのように書いてたんで、あ外さんですかみたいな話はちょこっとしてたんですけど、そこで初めてすごいあの、明るい、キーマンの、方にですね、いやなんか一人でそんな黄昏で何やってんすかみたいな声かけられて、そこでその人たちと、まあ、話すようになって、その人も配信とかをやってたりして、まあ今でもこう忘れないですね、なんだろう、そのまあ僕からしたら先輩方っていうのがね、そういうオタってこうやって楽しむのかなって、サイリウムってこうやって振るのかなとかね、生誕ってこうやって企画するのかなみたいなことをやった人たちがいて、まあその人たちにとっては多分もう、2006年であっても、うん、さっきのあの頃みたいにもうオタはいいかなとかってそろそろ思い始めてた人たちで、そういう人たちにとっては多分2010の TIF とかって多分いないんですよね、うん、いないか冷め始めてる。だからすごく、うん、僕らがラッキーだったのは、そういう TIF とかももクロとかっていうその第三局第三勢力がこう出てくる時とちょうど一緒の加速カーブを描けてたのが楽しめてた、ところかなっていうふうに、僕らのあの頃は幸せだったかもしれないねって思いますね。あとは、うん、その感じですね。ハセピョさん、クラブハウスはやってないんですかと聞いてくださいよ聞いてくださいよ、もう本当に。僕もね一応ねインターネットの仕事してるんですよ、インターネットのね、ちょっとリオリオ聞いてくれよ本当に。あのですね、考え、僕も一応インターネットの仕事、インターネットが絡む仕事を やってるんで、聞いてたわけですよ、あ考えてたわけですよ、クラブハウス勧誘されたらどうしようかな、いやあなたの2枠を使うには僕なんかにはもったいなすぎるって、どうぞあなたの2枠はあの大事な方に使ってあげてくださいとかね、いや僕アンドロイドなんで、あの iPhone は6なんとかしか持ってないんで、あの普段iPhone 使ってないんで、いや申し訳ないですけどアンドロイドなんで、これから iPhone も買う
あのことないんで、あのすいません、あの理由だけ考えてね。で、Facebook でもあの断る理由だけ考えてたら誰からも誘われなかったんですよって言って Facebook にアップしたけど、やっぱり誰からも誘われなかったっていう、ね、そんなことを Facebook に書いたら、あ、じゃあ〇〇さんあるけどいい、やる？とかってね、僕 Android とか何も書いてないですよ、書いてないんだけど誰からも結局誘われなかったっていうね。で、クラブハウスがどうかとかで、それはどっちでもいい話で、別にね、あの、まあ、そういう音声系のコラボ配信とかっつったら、多分他でもできることはあると思うんですけど、このクラブハウス競争曲っていうのは、君は誘われたとか、僕はまだだけどっていうところの、なんて言うんでしょう、先民意識じゃないですか。で、周りで、いやー、クラブハウスもね、なかなか問題だよとかって言われてて、はあ、そうですかって僕何も言えなくて、インターフェースさえ知らないからね、インターネットの仕事してんのに。で、やりませんかとも言われないしね。だからって、ねえねえ、クラブハウスやってないの？一つ貸してよっていうことも言えないしさ。で、じゃあやるんですかって言ったら、いや、やらないけどねっていうさ。で、ある人とこういう、あの、話をしてたらね、この前、何時間か、3時間ぐらい話してたら、ズームでさ、いやー、クラブハウスもさ、とかって、私はやってないですよ、とか言って、ああ、そうですか、僕もですよ、つったら、いやー、たくさん、何十件も誘われたけどさ、断りました、とかって、いや、そりゃそういう話じゃねえだろって、こっちは一件も誘われてるんだ、この野郎。だから今度あの、僕はあの、誰からもクラブハウス誘われてないっていうところのオンラインサロンをやろうと思いましてね。誰でもクラブハウスっていうことで、条件は一人もクラブハウス誘われてないっていう人だけ限定して、あの、傷の舐め合いをするイベントをやろうと思いますね。それをクラブハウスで配信します。以上です。平次さん本それと、そういうことですね。ということで、音楽のあたり皆さん、読んでくださいね。今日はこんな感じかな。リオリオ16歳おめでとう。ということで、今、いや、13人の方見ていただいてありがとうございます。コロナもあってね、ちょっと僕の仕事も落ち着き始めて、まあ、あの、幸いにも生活はできてるんですけども、まあ、いつ生活できるなくなるか、わかんないですけどね。あの、ちょっと新しいことやんなきゃいけないなってことで、実はちょっと楽しみにしてたりしてるんですけどね。ということで皆さん、さよなら。